ビルラ産業技術博物館のサーニーの共造バーバルサーニーはインドの古植物学者、地質学者であるバーバルサーニー古植物学研究所を設立したインド科学アカデミーの会長を務めた現在のパキスタンのパンジャーブ州のサルゴーダー県のベダーに生まれた銀行家でアマチュア科学者であった祖父の影響を受けて科学に興味を持ったインドのガバメントカレッジユニバーシティ 父親の働くラホール大学やパンジャブ大学で学んだ。1914年にケンブリッジ大学のエマニュエルカレッジを卒業し、その後古植物学者のアルバートスワードの下でインドのゴンドワナ植物などの研究を行い、1919年にロンドン大学で博士号を得た。1919年にはミュンヘン大学のゲーベルの下で研究を行った。インドに帰国し、 バナラスヒンドー大学やパンジャブ大学の植物学の教授を務めた後、1921年にラクナウ大学の植物学部長となった。1921年にはケンブリッジ大学から博士号を得た。古植物学の自らの研究で業績を上げるだけでなく研究者を集め、ラクナウ大学はインドの植物学、古植物学の研究の中心としての評価を得た。 1946年にインド古植物学会を設立した。1891年にイギリスの王立協会のフェローに選ばれた。他国の研究者と交流し、1930年代の2度の国際植物科学会議では古植物学部門の副議長を務めた。1937年から1929年までと1943年から1949年。 インド科学アカデミーの会長を務めた。サニは植物の学名で命名者を示す場合にバーバルサーニーを示すのに使われる。ありがとうございます。